はいどうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、セゾンアメックスでお得なキャンペーン4つを解説ということで、今回はセゾンアメックスのお得なキャンペーンについてお伝えします。この動画では、セゾンアメックスをお持ちの方であれば、先着にはなるんですけども、誰でも参加できるキャンペーンとなってますので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ってことでね、キャンペーンをお伝えする前にこちらの動画覚えてますでしょうかアメックスセゾン含む20%還元、30%還元ということで、まあ、この時の動画でキャンペーンをお伝えしてるんですけども、そこからさらにキャンペーンが追加されております。で、ちょっと先にお伝えしておきたいのは、今回僕はセゾンアメックスの情報しかちょっとわからないので、おそらくそのプロパーカードを持っている方は対象かどうかというのはちょっとわからないです。で、そのキャンペーンなんですけども、公式 p ジを見ていきましょう。毎日お得に買える1クリックということで、こちら、セゾンアメックスキャッシュ キャッシュバックっていうキャンペーンなんですけども、まあ先日の動画ではこの Amazon、メルカリ、スキヤハマ寿司こちらのキャンペーンについて解説をしたんですけども、今回はまたそこからですね、四つ追加されております。順にですね、一つ一つ見ていこうと思うんですが、まずはこちらからですね、UberEats ということで事前登録、先着七万名様限定 UberEats キャッシュバックということなんですけども、事前登録の上、二千二十一年八月三十日月曜日までに UberEats のウェブサイトにてお支払いにカードを登録いただくと三十パーセントキャッシュバック いたしますということ、1枚につき期間中合計500円までですということですね。でこちらのキャンペーンなんですけども、本日5月12日水曜日から8月30日の月曜までのキャンペーンとなっております。なので簡単に言うと UberEats でこのご自身が持っている対象のセゾンアメックスを登録して決済すれば最大で500円まで付与されると。まあざっくりと借計算なんですけども、500円割ることの0.3なので1666なので切り上げてまあ1667円分決済。 することで付与上限の500円に到達するという感じかなと思います、まあ、後ほど僕も実際にこのキャンペーンに参加してますのでそちらをぜひ参考にしていただければと思います次二つ目はくら寿司ですね事前登録先着7番名様限定くら寿司キャッシュバックということで事前登録した後に8月30日月曜日までにくら寿司の対象店舗にておしゃれにカードをご利用いただくと30%キャッシュバックいたしますこちらも付与上限が はい、今、リアルタイムで Uber Eats が来ておりました。で、気を取り直して、こちらはですね、こちらもですね、カード1枚につき、期間中合計500円までですので、先ほどと同様に1667円分決済することで、不要上限に到達するということになります。 で、くら寿司の場合、ここに対象店舗というふうに記載があるんですけども、この確認方法としたら、詳細エントリーはこちらというところがあるので、これをクリックすると、対象店舗の一覧が出てきます。まあ、いろんな事情があってね、こういった休業してる場合もありますので、まあ、それに関しては、お近くのね、店舗に問い合わせて確認してみるのがいいのかなというふうに思います。まあ、まあ、結構ね、あるんですけども、対象かどうかっていうのを事前にチェックしてみてください。 で、続きましてこちら、タリーズコーヒーですね。まあ利用された方も結構いらっしゃるのかなというふうに思うんですけども、こちらも事前登録をして、先着10万名様限定になってますね。事前登録した後に8月30日までにタリーズコーヒーの対象店舗にて、今回の車内にセゾンアメックスを使うと、そしたら30%キャッシュバックされるということで、今回は登録済みのカード1枚につき期間中合計が200円までなので、 ま、また単純計算をすると200円割ることの0.3なので、666円、667円分を決済すると上限の200円到達するという感じですね。なので、普段からね、タリーズを利用されている方はぜひね、セゾンアメックスを使うと結構いいのかなというふうに思います。同じように対象かどうかに関しては、こちらの詳細エントリーはこちらという右下に項目があるので、これをクリックしてログインした上でチェックをしてみてください。そして4つ目ですね、こちら、ZOTOW のキャッシュバックということなんですけども、こちら先着10万名様ということで、事前登録の上、 2021年8月30日月曜日までに ZOZO タウンのウェブサイトに行って、今回のセゾンアムックスを利用していただくと、そしたら30%のキャッシュバックということですので、同じように上限が500円までになってますんで、ZOZO タウンで1667円分決済したら上限の500円に到達するということになります。 で、とりあえず、この4つともなんですけども、事前登録、いわゆるエントリーみたいなものが必須となってますんで、それを行った上でキャンペーンに参加してください。ちなみにエントリー方法とかキャンペーンに参加する流れは一応公式ページに出ております、セゾンアメックスキャッシュバックに登録っていうところがあるので、そこから入っていただいて、そこからエントリーする項目があるので、エントリーをしていただくと。そしたら、こんな風にちょっと緑色のポップアップが出てくるんですけども、登録が完了しましたと出るので、この状態が確認できたらキャンペーンに参加してください。 で、対象のカードに関しては、キャンペーンの公式ページに出ておりますので、ご自身が持っているセゾンアメックスが、まあ対象かどうかをチェックしてみてください。セゾンプラチナとか、セゾンブルー、セゾンローズゴールド、セゾンコバルトビジネスアメリカとか。あとはね、よく動画でも紹介してるこのセゾンパールとか、あとセゾンゴールドとか、まあここら辺とかも対象と。あとはね、その他のセゾンアメリカンエクスプレスということで、まあここら辺に出てるパラックカードとか、まあそういったものも対象と。 で、一応ですね、その他のカードを希望される方はこちらというところをクリックすると、ご覧のようなカードの一覧のページが出てきます。ずらっとね、セゾンアメックスのカードが一覧で出てくるので、この中でご自身が持っているカードが対象かどうかっていうのをチェックした上で参加してみてください。で、今回はですね、僕はセゾンアメックスを使って UberEats のキャンペーンに参加してみましたので、もしね、UberEats で利用しようかなという方は参考にしていただければと思うんですけども、 まず、UberEats の画面を開いていただいて、右下のアカウントというところがあるので、これをタップすると、この画面が出てきます。これマイページみたいなものなんですけども、その中のウェル、オレットというところをタップします。 そしたら、ご自身の支払い情報がいろいろ出てきます。まあね、昔に比べてかなりいろんな掲載方法を対応してるんですけども、今回はアメックスのカードを登録してみたいと思いますので、ここで支払い方法追加をタップします。そしたらですね、クレジットカードまたはデビットカードという項目が出てくるので、これをタップすると、カード入力をする画面が出てきますので、ここで僕はセゾンパールアメックスを持ってるので、この、まあ、このカードの中にはカード番号書いてないんですけども、アプリ上でカード番号を確認することができますんで、それで、ここのカード番号を有効期限、セキュリティーコード それぞれぞ入力していただいて次の画面に進みますそしたらですね、ここにご覧の通りアメックスのロゴがちょっとチラッと入ってると思います。これで支払い情報がね、追加されたので、お買い物というよりかは、まあ何か商品を注文してみたいと思うんですけども、今回はこのごまぶり丼がちょっと美味しそうだったので、ちょっとこれをね、頼んでみたいと思います。まあウーバーイーツはね、配送量とか色々あるので、若干ちょっとね、単価は高いんですけども、こういったキャンペーンはね、せっかくなのでちょっと使ってみたいと思うんですが、こちらをカートに追加して、 1667円分だったので、先ほどの商品ともう一品ぐらい、まあ餃子を頼んだんですけども、まあ、配達料を含めて2257円っていう普段からね、こんな大金は使わないんですけども、今回このキャンペーンなので使ってみたいと思います。合計2257円ということで、これで次のページへっていう風に進むと、 決済がうまくできます。ちゃんとね、その時にここにアメックスのカードが入ってるかどうかっていうのをチェックした上で決済に進んでください。そして届いた商品がこちらですね。まあ、丼の状態で来るかと思ったんですけども、まさかね、お刺身とご飯がそれぞれ分かれてたので、まあ、今ね、撮影中だったので、結構個人的にはこの状態助かりましたね。あと単品でね、餃子も頼んだので、この撮影が終わった後、編集をした後にね、いただきたいなというふうに思います。 それでは本日お伝えしたキャンペーンのまとレース5月12日から8月30日まで4つのキャンペーンということなんですけども、ウーバーイーツに関しては期間中利用金額の30%キャッシュバック、最大500円付与そして、くら寿司に関しては期間中利用金額の30%キャッシュバック、同じくこちらも500円付与でタリーズコーヒーに関しては期間中利用金額の30%キャッシュバック、最大200円付与そして、ゾゾタウンに関しては、 期間中利用金額の30%キャッシュバックの最大500円付与。で、利用上限に関してはこちらに出てる通りとなっております。1667円とか、あと667円ということで、まあこれをね、見ていただいた上で参加してください。もしね、参加を検討されている方は早いうちにね、登録とかを行っていただければと思います。先ほどお伝えしたように、これは先着となってますんで、先に行ってください。一応ですね、残りのキャンペーンも一応出しておくんですけども、今現在メルカリとスキア、浜寿司に関しては、今のところ多分まだエントリーはできると思います。まあ先ほど、 Amazon を見たらですね今もうエントリーできなかったっぽかったのでおそらくこれはね人気だったのかなという風に思いますなのでとりあえずこれらのキャンペーンに参加しようかなという方は何度もお伝えしているようにとりあえず事前登録エントリーを先に行ってくださいまあそんなこんなで今回はセゾンアメックスお得なキャンペーンについて4つお伝えさせていただきましたいやぶっちゃけね本当前回のキャンペーンとか前回動画で解説したキャンペーンは Amazon ではね僕は参加はしていたんですけども他のメルカリとかスキヤハマゾ 今のところまだ参加ができてないのでもしタイミングが合えばね参加しようかなというふうに思っております、まあ、今回お伝えした4つのキャンペーンの中ではおそらくウーバーイーツはもう今回すでに参加はしているんですけどもくら寿司に関してもちょくちょく利用しているのでここも結構消化がしやすいかなと思います、まあ、タリーズもね何かしらこう作業とかする時にたまに利用しているのでここら辺もしよう消化は結構ね僕的にはしやすい方かなというふうに思っております ちなみに、もしね、あの、Uber Eats 利用される方いらっしゃいましたら、初めて利用される方はですね、僕の招待コードを貼っておきますので、1500円以上のお買い物で1800円武器のクーポンというのをゲットすることができますんで、もしね、Uber Eats 利用圏内の方がいらっしゃいましたら、ぜひこの招待コードを使っていただければと思います。先ほどお伝えしたキャンペーンの公式リンクも同じく貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。